デビッド・リチャード・フリースは、アメリカ合衆国テキサス州コーパス・クリスティ出身の、元プロ野球選手。宇藤右打ち。愛称は、デーブ・ヒューマン。2006年の MLB ドラフト9巡目で、サンディエゴ・パドレスから指名され、プロ入り。ドラフトシムエゴ、サンベルト・カンファレンスの最優秀選手に選出された。2007年12月15日に、ジム・エドモンズとのトレードで、 セントルイスカージナルスへ移籍した。2009年は、肖像類種のトロイグロースが故障したため、三類種として4月6日の開幕戦でメジャーデビューを果たした。しかし、打率。158の成績で4月20日にマイナーへ降格。マイナーでは、関節鏡による足関節の手術を受け、6週間戦線を離脱した。 9月にメジャー昇格を果たし、シーズンを終えた。この年、わずか17試合の出場ながら、300を超える打率をマークした。2010年、メジャーデビューから2年連続での打率。300以上はならなかったものの、70試合に出場して打率。296、4本塁打、36打点という打撃成績を残した。 2011年は三塁手のレギューラーとして活躍。またワールドシリーズでは、第6戦の9回裏に、同点タイムリー三塁打と11回裏に、サヨナラ本塁打を放つなど7試合で7打点を、上げ MVP を獲得。またポストシーズン新記録の21打点を、記録している。2012年は初めて規定打席に到達した。オールスターには、 最終候補として選出され出場した。オフの11月22日には、愛車のランドローバー・レンジローバーを運転中に、野生の鹿と遭遇し、衝突を避けようとした結果、道路脇の木に激突するという事故に見舞われたが、怪我はなかった。2013年も三類のレギュラーで起用されたが、打率は26、262まで低下し、本類打も11本減の9本止まりだった。 2011年にポストシーズンで見せた勝負強さも発揮されず、得点圏打率は238という定率だった。ロサンゼルス・エンゼルスでの現役時代2013年11月22日に、ピーター・ボージャスとランドル・グリチャックとのトレードで、フェルナンド・サラスと共にロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。2014年1月31日に、 エンゼルスと505万ドルの1年契約に合意した。エンゼルスでも、肖像類種として起用されたが、2012年以降、規定打席に到達した3シーズンでは最低の打率、260、ワーストの124三振を喫した。2015年、4シーズンぶりに規定打席に届かなかったが、121試合で、プレーした。バッティング面では、 自己最多の27二塁打、14本塁打を放って2年連続でアーチ数が増加したが、メジャーデビュー以来の打率は257まで低下した。球団が契約オプションを破棄したため、11月2日に FA となった。2016年3月11日、ピッツバーグパイレーツと1年300万ドルで契約を結んだ。パイレーツではポジションを固定されなかったが、 レギュラークラスとして141試合に出場。打率270、13本塁打、55打点を記録した。2018年8月31日にヘススバルデスとのトレードでロサンゼルスドジャースへ移籍した。9月12日のシンシュナティレズ戦では、この日から適用開始されたセプテンバーコールアップを利用してチームが ベテランのロースター入りを増やした影響でチャンスをもらい、代打の一人に起用された。2019年レギュラーシーズン終了後の10月12日に、現役引退を表明した。ありがとうございます。